皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、愛知県一宮市今伊勢町本館部高野池のキリマンジャロ今伊勢店にお邪魔します。モーニングは午前7時から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな？目的地は左側にあります。これからお邪魔するキリマンジャロ今伊勢店は矢印の先です。駐車場はお店の前にあります。営業時間は午前7時から午後6時までです。お店の窓が大きくて明るい感じのいいお店です。お店の天井が高いので開放感があります。モーニングは午前7時から午前11時までです。モーニングですが、よく見ると左のパンが違うだけで、あとはゆで卵とサラダがついて同じみたいです。でも一番下のメニューだけがゆで卵じゃなくてバナナがつくみたいです。これから左のパンを読み上げていきますのでよろしくお願いします。では一番上から自家製小倉トースト、シナモントースト、ジャムトースト、バタートースト、ホットドッグの5種類のモーニングがあります。この5種類のモーニングはドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスです。バナナとゆで卵は変更できるみたいです。こちらのモーニングはホットコーヒーと小倉をお願いしました。こちらはホットミルクティーと同じ小倉トーストをお願いしました。ホットコーヒー、ホットミルクティーどちらも450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。ドリンク代のみの450円でこのボリュームです。すごいですね。これからどんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初に画面の左のゆで卵から順番に見ていきます。コーヒーを頼んだだけなのに勝手にトーストとゆで卵がついてきたと他府県の人たちから驚かれてきたモーニングにスポットを当ててみます。今お邪魔してるこのお店は愛知県一宮市のモーニングの発祥の地にあります。繊維の町として栄えた一宮には繊維工場が数多くあり、工場からは大きな音が出るので商談や打ち合わせなどの話がしにくいことから、応接室の機能も求められたのが喫茶店でした。そんな時、朝コーヒーを注文したお客さんにトーストやゆで卵を無料でつけて提供したのがモーニングの始まりだと言われています。一宮はモーニングの発祥の地だけあって喫茶店の数がすごいです。ちなみに一宮市には喫茶店が何軒あるかというと、なんと約700軒。
あのマクドナルドの国内店舗の総数が約3000店ですから、驚きの数字です。長くなりましたが、話をゆで卵に戻します。次ですが、サラダです。サラダには、キャベツ、人参、レタスなどが使われています。野菜には、ビタミン、ミネラル、食物繊維、抗酸化物質など、体の調子を整え、体機能を正常に維持する大切な栄養素や成分が多く含まれています。最近の研究では、野菜を総量として十分に摂取している人は、疾病リスクが低く、健康状態が良好であることが明らかになってきており、野菜の成分が健康な体づくりに影響していると考えられてきています。画面を少し動かします。次ですが、次はトーストです。トーストは厚切りバタートーストです。バタートーストの上に山盛りの小倉が乗っています。私は知りませんでしたが、小倉トーストとモーニングが食べたい、または食べてみたい名古屋飯の中に入ってるんですね。びっくりです。名古屋飯普及促進協議会は、1億人の名古屋飯総選挙2022の結果を発表しました。10位。エビフライ。9位。きしめん。8位。名古屋コーチン。7位。モーニング。6位。小倉トースト。5位。天むす。4位。味噌煮込みうどん。3位。手羽先。2位。味噌カツ。1位。第1位はひつまぶしでした。以上、1位から10位まででした。まさかの6位の小倉トースト、7位のモーニングはびっくりしました。いろんな話を交えた説明でしたが、また食べるときに説明します。よろしくお願いします。サラダにはキャベツ、人参、レタスなどが入っていて、美味しいドレッシングが使われています。話をぶり返すようですが、名古屋飯に小倉トーストとモーニングが入ってるなんて本当にびっくりです。びっくりしました。トーストは厚切りトーストです。裏はこんな感じです。すごいです。小倉あんがてんこ盛りです。小豆は食物繊維やタンパク質、ビタミン B 群、鉄やカリウムといったミネラル、サポニンやポリフェノールなど様々な栄養素をバランスよく含んでいます。小豆は様々な栄養素を含んでいます。こうした栄養素を摂ることで便秘や貧血が解消され、美容やダイエット、体質の改善にも効果があるみたいです。たっぷりの小倉です。名古屋飯に選ばれるだけあって、小倉トースト最高です。モーニングのゆで卵ですが、赤玉の卵です。卵の殻の色には白色と茶色があり、それぞれ白玉、赤玉と呼ばれています。赤玉の方がお値段が高いこともあり、栄養価も高そうなイメージですが、この両者の栄養成分に違いはありません。こだわるべきは殻の色ではなく、飼育方法と飼料というわけです。殻の色は鶏の種類の違いで、一説には赤玉を産む鶏の方が産卵率が低い上に体格が大きく、餌をたくさん食べるので費用がかかるから値段が高くなるとも言われていますが、最近は品種改良も進み、一概には言えないみたいです。自然派の卵は茶色の殻であることがほとんどですが、その理由は茶色の卵を産む鶏の種類が穏やかで飼いやすい品種である、気性が荒いと平飼いや放し飼いが難しいので、環境の変化に強く、病気やストレスに強い品種が選ばれるみたいです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは5種類から選べて3品がついていました。また名古屋飯に小倉トーストとモーニングが入っていたのにはびっくりしました。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回は
どんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって、YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。